僕も 5W1H はやっぱ英語でも必要だと言われてるじゃないですか。オーダーしたいと思います。こんなんできないか。お、そう、じゃあちょっと待って、じゃあこう何々のイカップ、はい、まずメニューからじゃないですか。じゃあそうです、メニューないありますね、あれ、あそこにあるじゃああるから、そうですか、まず緑茶のことをチャキアオ、チャキアオ、チャキアオ、はい、チャキアオ、チャキアオっていうのを緑茶なんですよ。で多分冷たいのあったかいのって聞かれると思うんですよ。はい、その言い方だと。はい、畑さんは冷たいのと温かいのどっち飲みたいですか。あったかい、あったかいの飲みたい。はい、じゃああったかいのは何て言うんですか。ローン。そう、正解です。ローン、あったかいのホットですよね。ホット、ローン、コールド、イエン、イエン、合ってます、合ってますね。なので今畑はじゃあチャキア、緑茶のあったかいローンを欲しいそうですね。じゃあそれをオーダーしたいと思います。呼び出しベル来てくれるんですね、店員さん。オーダーダイマイカップ、チャキアオローン、チャキアオローン、ヌン、チャキアオローン、ヌン。そうですね、これは伝わったということですよ。伝わりましたね、はい、うん、そうですね、チャキアオ1って言っただけですね。温かいお茶1って言っただけですか。そうですね、ありがとうございます。ありがとうは。オープンカー。そう、ワイをしてね。そう、まあ、こう何々のイカップがいいですよね。はい、うん、こうチャキアオの一つとは言わなくていいんですか。ヌンノーイカップでもいいんじゃないですかね。ノーイカップ、そうですね、うん、まあ、ノーイはいらなくてもカップでヌンカップ、ヌンカップ、これでいけますね、もう、はい、何でもいけます。そうそう、だからこうカップを覚えれば、はい、はい、こうください。そうそうそう、メニューください、お箸ください。お箸はタッキアップ、タッキアップ、はい、こう炊き合った、こう炊き合ったか、そう、要は落ちちゃったりすると、はい、困ります、ね、これこれこれじゃないですよね。お箸が欲しい、炊き合ったですよ。こう炊き合ったのいかかって言ってくれて、すぐ持ってきてくれるんですよね。だからそういうふうに覚えていきましょう。はい、あとは、まああとよくあるのトイレ、どこですか。行きたくなった時はね、行きたくなりますよね。トイレは分かりますか。本難、本難、そう、多分日本人はトイレ、トイレ、トイレって言うんですよ。はい、まあ、英語に近いから通じますけど、うん、けど行きたい時は本難ティーナイカップ、そう、はい、短い版で、一番短い版。そうだね、ティーナイはウェアなんですよ。なんで本難、本難はトイレ、はい、トイレどこ、こんなんティナイカップ、うん、どうですか、はい、そう、ウェアから始まってこない、うん、まあ、その伝えたいのはトイレ。どこですか。だから日本人って実は覚えやすい。そうですね、ウェアイズレストルームっていうと逆に感じるじゃないですか、日本人、はいはい、トイレどこだ。そうそう、だからトイレどこって頭のまんま喋ってください、うん、ホムナンティナイカップ、そう、さあトイレどこですか、うんうん、僕あのリューティーナイカップって教わったんですけど、はい、こんなにユーティーナイカップでも通じるんですね。ユーはあのそこに存在するっていう動詞なんです、はい、だからそこにあるよの、あるよってやつですね、うん、そこだよってそこにあるよの違いぐらい。だからユーナイって言われたことない。はい、分かんないです。言うないだと、あの、はい、言う、どこにいるの、はい、言うていないだと、どの場所にいるのみたいな、はい、そこら辺の、それはスラングで、もうさ、テキストとかだと言うない、言うない、本来言うない、あ、言われたことあるかもしれない。
そうそう、喧嘩、ちょっと喧嘩口調に聞こえますね、こんなん言うないって言われたら、うん、だからよくない言葉ですね。まあまあまあ、でもスラングで使われるんで言うない、まあ通じは通じ通じるけど、カップは忘れないでほしい。そうですね、言うないか、ここにカップは、そう、優しく笑顔常に言いたいですね。キャストにすると漏れるんじゃないかと思うかもしれないからね。確かに真剣だ。そう、はい、やっぱりその僕も 5W1H はやっぱ英語でも必要だと言われてるじゃないですか。でもね、ファットとウェアぐらいですよ僕。だってなぜかというと、あと他は英語で使っちゃうんで。確かにミックスで使っちゃうんで。だからウェアとワットは荒いでしょ。荒い、荒い、ワットは荒いなんで、それはその W2 つぐらいかな。ウェンか、ムアライ、はい、ムアライ、ウェンは使うか、ムアライ、なんで、Y もあれありますよね、タンマイですね、タンマイ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 って結構使ってますよね。なんで、Y、Y です、タンマイ、社長遅刻します、なんで、タンマイか。そう、いけません、今日あの用事があって行けなくなっちゃいましたって言ったら、タンマイか。でもなんか、僕その友達とね、喋るときに結構 why、 why を使う、はい、なんでって使うから、はい、甘いってなんかすごいなんか表情と優しい会話で進んでいく、はい、甘いカップっていうほどそのなんだろう、丁寧に使うときはないかもしれない、うん、絶対なんかもう本当なんでそんなことをするのかってことも結構しょっちゅう起きるから、そうだね、甘いカップは日本人の人はみんな使えますね。そう、うん、甘い、甘い、 why、まあ、もちろん Y でも通じるんですよ、あの簡単な英語なんで、はい、ぐらいは日本人よりもタイ人の方が英語喋れると思うんで、うん、通じるんですけど、タンマイカップから始まってどういう会話につながっていくか、うんうん、覚えやすいのは名字の玉井さんっていう人がいて、うん、まあ、玉井さんと一緒です。玉井、玉井で通じます。玉井、玉井、本当はタヌマイなんですけど、うん、発音よく玉井、玉井。なんで本当ですか。通じると玉井さん、玉井、玉井で通じる、玉井、はい、玉井、ちょっと気持ち、運をあの強めにすれば玉井、玉井、いけると、うん、確かに、似てる玉井、うん、玉井さんでございましょう。玉井さん、はい、どこまで話しましたっけ。トイレ、トイレまで、トイレは、ね、じゃあ、もう一回言ってください。こんなん、言えないか。お、そう、素晴らしい肌です。じゃあトイレは分かるようになりました。分かりました。これでタクシー編でも言ってるんですけど、うん、なんかね、そのまっすぐ行くんだよはトンパイって言われるんですね、はい、で右をクワ、左をサイって言われるんで、はい、まあちょこっともこもこも喋るかもしれませんけど、トンパイこうクワかサイだけ覚えとけば、まっすぐ行って左なのかまっすぐ行って右なのかっていうのを聞き取れるだけでも多分分かると思います。うん、これは耳だけで十分だと思います。スペインですね。そうですね。なので、うん、どうぞ。右と左が分からなくなっちゃうことがあるんですよ。小学生それのちょっと覚え方が、なんかコツがあれば。右がクワで、左がサーイなんですけど、僕前タクシー乗ってる時にリオサーイって言ったことあるんですよ。そうですね。完全にクワですね。覚え方もう、いや、もうそこは関連でもライト、レフトっていうの覚えるでしょ。そうですね、もう宿命だと思って。右がクワ、どうなんだろう。覚え方は本当にないです。作業の方が先だから右とか。あ、いいですね。作業の方が後だから左。いい、ね、そうです。クワとサーイ、あ、作業だ、作業だみたいな。それで覚えましたね。人それぞれってことですね、覚え方なんて。これ多分覚えたと思いますよ。右はクワ、お、左は、はい、そう、汗でテストしましょう。はい、見て、だ、文法があった方が、でも僕はじゃあです。はい、皆さんご視聴ありがとうございました、もしね、参考になっていただけたらいいねと、コメントの方よろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。